ワンピースアンリミテッドワールドレッド。野郎ども行くぞ。黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいただろう。レッドフィールド、ああ、昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。なぜあなた方があんな奴の仲間に。仲間？我には仲間などおらん。ただの一人者な。ん？落とした。やはり年は取るものではない。クードバースト！ヤッホー！おいタヌキ、あれか、お前の言ってた約束の島ってのは。あ、間違いねえ、あの島だ。ヌキキパトさん、短い間でしたがあなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ヌキチョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶を。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンジ、海賊弁当大盛り。はいよ。とりあえずこの町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そしてあたしとロビンはウィンターショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほらちょっと露出高めの衣装とか。異議なし。ねえねえ、おいらは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ？あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ムキキ。そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくる。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うっひょー。ししし。なんだ？ねえ。おーい。行くぞ。ラケット。またな。この島は俺たちが守ってやるから、諸話代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。あ、なんだてめえ、俺たちを怒らせたただじゃ済まねえぞ。ありがとう。おかげで助かったわ。ししし。飯にしようぜ。まあ、ここ飯食えるんだろ？簡単なものでよければね。食べてく？お疲れかしら。ちょっと起きてよ。あ、誰だお前。誰はないでしょう。私はこの宿の女将の宿やよ。そうか。で、あいつらは？あいつら？ここで食事したのも食べ疲れてそのまま寝たのもお客さんだけだよ。で、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは明朗会計、ツケは効かないからそのつもりで。わり、俺今金持ってねえ。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて条件付きでタダにしてあげる。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるだけでいいの。聞いてくれるならお代はいらないし、しばらくお仲間も含めてうちで面倒見てあげてもいいわよ。何なんだそのお願いって。ルフィ大変だ。あ、そのあれだ、つまりそのみんなさらわれちまった。みんな？ゾロとサンジとナミとロビンとフランキーとチョパとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ。さらわれた？あいつらが？とにかくオイラについてきてよ。ちょっと、まだ私の話が。お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼むね。え、本当？男に二言はないわね。ああ、なんかの間違いじゃねえか。あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえってオイラ見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんなが連れてかれるところ。よし、案内しろ。